広島駅広島駅のバス乗り場2015年時点の略図広島駅のバス乗り場では広島市に所在する広島駅周辺から発着するバスと乗り場について述べる広島駅のバスターミナルは広島バスセンターと並び広島のバス発着の拠点となっている広島駅のバスは主に南口発着と新幹線口発着に分けられる 長距離高速バスと広島空港業、エアポートリムジンは、主に新幹線口から、路線バスや広島県内高速バスは、南口からと分けられている。広島駅が終点の路線バスの降車場は、福屋広島駅前店の裏に位置する。南口には3本15面のバスターミナルを備えている。広島駅は、現在、京城駅か、自由通路新設。 新幹線口ペデストリアンデッキ新設など大掛かりな改良工事中である。それに伴い新幹線口広場も再配置され、バス停位置も変更された。ここからは遠距離高速バスと3時、小原方面行き、広島空港行きが発着する。3番乗り場4番乗り場5番乗り場6番、乗り場バスステーション、広島駅北口ここからは主に県内高速バス。 および高速ツアーバスから乗り合い移行した遠距離、高速バスが発着する。C ホーム13番乗り場 C ホーム15番乗り場23番、乗り場到着便のみ、広島駅、南口バス停 A ホーム B ホーム C ホームその他。ありがとうございます。